ね。一応32,000円。32,000円。詳細は買って。東京事務所の人が教えるんですよ、空き家っていう人が。なんかね、文化庁から金を引き出さんといけないんで、今一生懸命頑張ってます。で、地元の子供たちも出るんです。で、まあ、ワークショップじゃないと。そんな形で文化庁から。いや、宿舎の管理人さえ来たから、ほら。うん、意識方面だったの。指紋意識とか、パパにして。また買ってもらった。で、お茶をちょっとスマホに入れて、お湯を少なめに入れて。シャツは行きますか。お茶に私はうるさい。